青森県は昭和の雰囲気が残る東北町の上北町駅までやってきた。元 JR 東日本東北本線の駅で、現在は青い森鉄道の駅だが、かつては急行列車や東北新幹線開業後は一部特急列車なども止まる駅だった。この近くに温泉や旅館なども併設するドライブインがあるというので行ってみよう。今回のドライブインはかなり昭和の雰囲気たっぷりで、激渋な雰囲気とともに期待の持てるドライブインだ。しかもこのドライブインには文化遺産級の料理が待っていた。正面のドライブインの建物の横に4300円で泊まれる旅館が併設されていて、さらにその隣には200円で入れる八甲ラジウム温泉があった。朝6時から22時まで営業している昭和激渋な温泉。受付に人はおらず、料金箱に200円を自分で入れて入るシステムだ。入り口には温泉の効能だとか書かれた大きな看板がある。これはかなり効きそうだ。肝心な温泉はというと、これも期待通りの昭和激渋な源泉かけ流しの温泉だった。脱衣場の雰囲気ももう昭和激渋を超えて、はっきり言ってボロい感じだが、それも昭和好きにはたまらない雰囲気だろう。何よりも200円で入れる温泉、とてもありがたい。番台の跡のような場所もあり、かつてはここが受付だったのだろう。エアコンや体重計なども本当に渋い。昭和のものも大切に使う、そんな文化が残っている、非常に好感が持てる温泉だ。泉質は源泉45度の単純泉、乾燥肌の人には特に効果があるようだ。八甲旅館は1泊2食付き4300円から宿泊ができる。館内もとても渋い雰囲気だった。小川原湖も近いので観光の拠点に利用するのも良さそうだ。はい、外観も渋くってね、45年ぐらい営業しているそうです。昭和40年代後半の雰囲気です。装店なんかもね、可愛らしくていいです。早速潜入してみましょう。冬は寒い、東北だけあってね、二重扉になってます。おー、なかなかいい感じじゃないですか。これ渋いドライブインですね。この席でいただきましょう。よいしょ。ドライブインはね、11時からということで、私が最初のお客さんでね、私が入ったら電気をつけてくれました。いいですね、この橋立て、渋い昭和だ。そしてね、この和田館醤油ロイヤル、青森県十和田市のね、ローカル醤油です。しかもなんとね、大正14年生まれ92歳のおばあちゃんがね、料理してくれます。これは楽しみだ。おばあちゃんが運ぶのはね、ちょっと心配なのか、若旦那が運んできてくれました。これが92歳のおばあちゃんが作る580円のラーメン定食です。ボリュームもいっぱいで美味しそう。やっぱこの昭和の渋い橋立てがいいですよね。たまらん。このね、まるで文化遺産のようなラーメン、一体どんな味がするんでしょうかね。いただきます。お麩が乗ってます。青森ではね、お麩は結構ラーメンのね、メジャーな具のようです。メンマで、チャーシュー。ラーメンの麺はね、かなり柔らかい感じです。でもね、これがね、美味しいんだわ。しかもね、この麺のボリューム、これはすごい。ネギが乗ってます。スープもね、かなりいい味出してます。醤油ベースのね、懐かしのラーメンの味がします。あっさりとした醤油の味がして、ほのかにね、ニンニクの香りがしてきます。これラーメンだけで580円でもね、かなり安いと思うんですけど、それにね、まあいろいろついてきて定食になって580円ですからね、非常にコスパが高いです。ごぼうかな。ん？ちょっと違うぞ。ナスでした、ナス。ナスとごぼうの区別つかないかな。で、小魚の唐揚げ。
サクサクでカルシウムもたっぷり、そんな感じです。そして漬物、漬物もシャキシャキで美味しいな。ご飯、白いご飯、ご飯もね、少し柔らかめで、白いご飯って美味しいなって感じさせてくれました。結構麺の量がありますよ。普通のね、2玉分ぐらいはあるんじゃないでしょうか、このボリューム。まあ正直言っちゃうと、ちょっと伸びてる感じかな。冷たい麦茶、キリンのコップに入ります。おばあちゃんがね、ラーメン作ってからいろいろ付け合わせとか用意してくれてたんでね、ちょっと伸びちゃったのかな。スープのね、染み込んだお麩をガブっていきます。おしょがわるの旭会館で食べたお麩入りの自販機そばを思い出します。はい、ナスをね、ガブッとガブッとガブッといただいて、おいしい。そして魚の唐揚げ、そしてね、ご飯もかっくらって、これは満腹になりますよ。はい、漬物もね、一気にバグッとバグッといただいて、やっぱり美味しい。大正14年生まれ、92歳のね、おばあちゃんの素敵な人生のね、一部をかみしめながら、こうやっていただけるラーメンもいいものですよ。最後にね、スープもね、しっかりと最後までいただいて、ごちそうさまでした。これラーメン定食580円とかですね。ご飯もついてるし、漬物もついてるし、小魚もね、唐揚げとナスね、いや、これは美味しいし、これコストパフォーマンスもいいですね。ごちそうさまでした。メニューもね、ラーメンの他に丼や焼きそば、定食なども豊富です。そして南部せんべい売ってます。そしてね、テレホンカードなんかもあります。そしてタバコのこの看板、いいですね。こちらにはね、商売繁盛の象徴、蜂の巣なんかも飾ってあります。いやー、最高のドライブインでした。はい、発酵ドライブインで、お風呂とね、ラーメン定食いただきました。なんとドライブインのね、おばあちゃん、大正14年生まれのおばあちゃんがね、92歳のおばあちゃんが作るラーメン定食いただきました。まあね、非常に美味しかったです。まあ正直ね、ちょっと麺が伸びちゃってるかなーってとこはあったんですけども、もうほとんどね、もう文化遺産みたいなラーメンだと思うんで、これはこれでね、非常にありがたかったです。ちょっとね、天気悪くて、雨降ってちょっと風も吹いてますけどね、ここ旅館と、温泉が、併設されてます。温泉の方はね、朝6時から200円で入れます、ね、こんな素晴らしいところはね、青森にはあります、ね、見えないかな。はい、発酵ドライブインでした、ね、ラーメン定食580円、激安です。美味しかったです。ありがとうございます。45年前から営業しているという発酵ドライブイン、外観は昭和40年代後半そのままだ。可愛らしい装飾店とも当時の流行の雰囲気を色濃く残している。エントランスの発酵ドライブインの自体も昭和そのままの雰囲気で非常に懐かしい。店内は改装されているものの、昭和の雰囲気がまだ色濃く残る。このタバコのショーケースの看板も非常に味わい深い。まさに昭和だ。天井の扇風機などもこれまた古いもので懐かしさ満点だ。ボリュームたっぷりで非常にリーズナブルなラーメン定食580円。92歳のおばあちゃんが作る文化遺産みたいなこのラーメンをぜひ味わってほしい。そしておばあちゃん、いつまでも元気でこの味を守り続けてください。はい、この動画が良かったと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。昭和スポット研究所コッシーでした。